おいす、こんにちは、アムリです。今回はヒロアカコラボの視聴者さん、フォロワーさんが選ぶ強さランキング、まあ当たりキャラランキングですね。今回は全31体ですかね、ガチャキャラ全31体のうち当たりだと思うキャラ5体に投票、5体まで投票してくださいという風なもので事前にアンケートを取らせていただきました。で、それでですね、獲得票数の少なかったキャラクターから順に、紹介していこうかなと思います。皆さんが思っているところと、まあ僕もね、個人的な事前評価は出しましたので、まあいろいろね違うところもあると思うので、その辺楽しんでいただければなと思います。じゃあまず下からいきましょう。1体目、はい、まずは獲得票数が4票、あ、そういえばね、総票ね、今のところ、681票だったかな、集まってますね。で、獲得票数も書いていこうと思いますが、獲得票数が4票ですね。雷、電気、ちなみにこの次のキャラクターも同率になっておりました。スキュープラス、封印指プラ、10強最大5つ持ちにできますよと。枝豆持ってて、光で月を持って、一旦遅延と、あとはダメージ吸収の無効化できます。過去にも一応周回とかで出番があった感じなので、また今後も周回とかでもしかしたらピンポイント出番があったりはするのかなって感じですかね。アシスト進化は雲、光で月を6個持ちです。上から2列目が光、下から2列目が回復に変わって、覚醒無効の全回復があります。まあこれもなんか花火からのーっていうので、もしかしたらハマるケースはあるかもしれないですが、まあそこまで出番は多くないでしょうね。はい、以上、次、同率4票いきましょう。はい、同率4票で、八百万ももですね、スキル最大6持ち、スキルが特徴的で、消せない、まあ状態、上書きと言ってもいいかもしれないですね。木を消せなくします、落ち込み予知します。で、水を火の、闇を光なので、火と光を2ターンに1回生成できるようなキャラクターになっております。まあ消せない解除枠としても使えそうですし、一応10強5つ持ちにもなってて、火と光を扱う編成であれば、コンボ強化で火力を増強していくことも可能になってます。で、アシスト進化はスキブにチーム回復3つで2ヘイスト持ちということで、意外とそんなにキャラいないので、スキブチーム回復3つの2ヘイストっていうところで、武器方面で見るともうちょっと評価を上げてもいいのかなとは個人的に思いますが、まあそこまで使うこともないということで、評価があんまり入らなかった、投票があんまり入らなかったのかなって感じですかね。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数6票。次のキャラクターも6票ですが、うららか、お茶子ですね。バインド封印中、HP ガドブレ、指2秒の、冬と雲とボイスで、超覚醒はこんな感じですね。まあ、火力は正直冬持ちですけど、低いです。7ターンスキルは2ターン強化目覚め、操作時間2倍、属性吸収無効のドローリフですね。まあ、そこまで役割を与えられなさそうな感じですね。リーダースキルも強くはない。武器はまあまあ、チーム HP にこうバインド7強の光泥強プラスということで、まあ、バインド耐性と火力を補いたいときにはいいかなって思ったりはしました。はい、じゃあ次いきます。同じく6票のつゆちゃんですね。バインドスキルプラス L 字は4つ、無効貫通も4つ、チーム HP、チーム回復、ボイス持ち、超覚醒はこんな感じになっておりまして、スキルが2ターンで自分の属性は木に変わります。なので、まあ一応、貴族性扱いと言ってもいいかなと思うんですけど、回復力操作時間上げてくれますよ、場面6解除しますよということで、回復力操作時間対策にも使えるようなキャラクターにはなってますが、まあその他の役割がちょっと、まあアシスト無効解除はできますけど、ぐらいな感じですかね。で、アシスト進化に関しては、水コンボ強化プラス、チーム回復のバインド回復プラスが2個、スキブ2個で、まあ、スキブ2個っていうところはなかなか良きかな。12ターンで2ターンチェーンと76と、あとは回復力操作時間上げてくれますよっていう感じですね。まあ、武器はまだ役割があるかもしれないかなって感じになっております。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いて獲得票数が7票、飯田くんです。バインドスキルプラス、4色プラスで2つ7強プラス、封印2個のガドブレ持ちボイスの聴覚がこんな感じで、4色で火力を出していくような感じですね。一応 L 字もありますが、12ターンスキルは結構面白いんですけど、12ターン全員エンハンス3倍がループするような感じになっております。ちょっと重たいですけどね。ただ2ヘイスト持ちというところで、もしかしたらこの2ヘイストが大事なポジションが出るかもしれないですけど、まあただ全色作るだけなんでね、まあ、全員エンハンスか、うん、まあ、もしかしたら2ヘイストが役立つケースはあるかもしれないですね。で、アシストに関しては、指プラ操作他、スキブ3色、ヒドロ強プラスの12ターンで出る2ヘイスト。まあ2ヘイストあるんでね、まあ使おうと思えば使える武器かなぐらいな感じですね。はい、ということで次行きましょう。はい、続いて、トガヒミコ、トガちゃんですね。スキブ4つ、封印指プラ10強4つに7強2個ですね。お邪魔完封3ターンで9ターン軽減変身で、変身するとうららかになります。2エプラ3つ、10強が、プラスで2つで、まあ、火力は意外とありますよね。お邪魔完封持ってて、7強は、あ、7強じゃない、7ターンスキルで、ロック解除の盤面を火はない。火と回復以外。
で2ターンダメージ無効貫通の1ターンヘイストといった感じになってます。一応7ターン1ターンヘイスト系にはなっておりますよと。まあリーダースキルは別に至って普通なので特にって感じかな。トガヒミコは性能面もまあそうですけど、結構キャラ好きの方が入れた説もありますけどね。獲得票数は10票になってますね。僕もね、結構トガちゃんはヒロアカの女性キャラ、ヒロインではないかな、女性キャラの中だとまあ好きかなって感じですかね。チーム回復3つの闇泥強プラスの7強追撃で3ターン無効貫通 HP 全回復も持ってますよっていう感じになってます。はい、うん、まあそこまですごい大きな役割はないかもしれないですが、一応7対1ターンヘイスト系でもしかしたら出番がかかるかもしれないです。次行きましょう。はい、続いて獲得票数15票の相沢先生ですね。バインドスキブ2つ、封印2つの12ターン3ターン遅延変身で、変身後はバインド暗闇完封、操作負荷で耐性は2個埋めの指プラ、封印2個、無効貫通4つでちょっと火力は低いですよ。8ターンスキルが、ひそかと同じで2ターン遅延と2ターンダメージ吸収属性吸収無効の7、6番面ですね。ひそかより1ターン短いですよと。言った感じです。リーダースキルは、78% 軽減、操作時間上げる、固定ダメージ持ちになってます。まあいいところとしてはダブル耐性持ちと、あとまあスキルの役割かなって感じですかね。うん、ただまあ火力覚醒がちょっと中途半端すぎて採用しづらいところはあるのかなといったイメージはあります。武器に関しては L 字持ちの毒と暗闇完封のチーム HP、 まあダブル耐性漏れるというところでの評価は高いかなと。で、覚醒無効解除の1ターン遅延1ターン盤面76にしますよ。なのでまあスキルも別に悪くないですし、武器としての採用の余地はあるのかなといった感じになっております。はい、ということで次行きましょう。はい、続いて獲得票数が、16票のダビですね。ダビはまずはこちらの携帯に関してはスキブ4つ封印2個の L 字プラ無効貫プラス2つのお邪魔カゴで、聴覚性はこんな感じになってます。まあ10強と無効貫で火力を出すよと。4ターンスキルが落ち込ん2ターン、落ち込んなしを2ターンと自分のダメージ上限値が50億ですね。ロック解除からの盤面が火闇お邪魔陣になってます。うん、まあまあはいって感じです。で、新しく進化もらいまして、こちらに関しては10強5つ持ちにすることができて3ターンで打てる陣になってます。80億なので、まあ火力かなり出ていけるかなと。で、盤面をこっちは火闇独自になりますね。一応前の動画でも話しましたけども、ゴクレグスとの相性は良くて陣スキル枠にもなれるかなっていう感じにはなっております。ダビは結構好きな方も多いんじゃないかなって思いますけどね。武器に関してはお邪魔加護、チーム HP2 個のチーム回復1個とヒドロ強プラスとチコ HP 強化、12ターンで、火のエンハンスと無効貫通と下段2列を火に変化ということで、まあ周回方面の武器としても使えそうな性能はしてるかなっていう感じになっております。お邪魔の加護を生かすような編成であれば火力も漏れていいのかなといった感じですね。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数が16票、ダビと同じですね。同率ダビと同じでオールフォーワンですね。ここでリアリティの高いキャラが入ってくるんですが、15ターン変身で、目覚めおよび上限解放の変身です。変身後はバインド指プラ2個、お邪魔耐性プラスの冬持ち10強4つに無効貫にボイスで火力覚醒はかなり高いです。第3属性まだ指もらえてますが、2ターンスキルが1ターンの間チームの悪魔攻撃マシンタイプ1個につき攻撃力および回復力の上昇とロック解除間の光を闇に変換しますね。上限解放しないので自身の変身前のスキルの上限解放が要になってくるかなといった感じです。虚無られてしまうとちょっと火力がさすがに今の環境21億をかける3出したとてみたいなところはあるので、そこら辺がねちょっとダンジョンの相性を選ぶのかなって感じですね。あんまり長い階層のダンジョンには向かないかなと思ったりはしますね。リーダースキルチーム内の悪魔タイプ、攻撃タイプ、マシンタイプ1個につき HP が 24% ずつ上昇かな、闇の2コンボで攻撃が45倍と酸化3固定ダメージ持ちで自己完結しているリーダースキルは強いかなといった感じになっております。回復力は自身のスキルが保管できるので、まあ使えるスペックにはなってくるかなといった感じですね。で、アシスト進化に関しては、珍しいタイプ2個付与、悪魔タイプとマシンタイプ付与、スキブ L 字の闇コンボ強化、チーム HP 強化の3ターン遅延ですね。まあこういうタイプによってHP 上げますよ系のリーダースキルにはありがたい武器ですけど、現状そこまで多くないし流行ってないしで、まあ特に使い道はそこまでないのかなといった感じですかね。無理に交換する必要はないかなといった印象です。はい、ということで次行きましょう。はい、続いて、獲得票数が21票で、プレゼントマイクですね。15ターンの2ヘイスト変身となっておりまして、変身後はバインド指2秒、指プラ2個と、枝豆と蝶つなぎ3つに光です。今日3つ。蝶つなぎ3つ持ってるのはまあ良いですね。第3属性も光もらえてますし、3ターンで無効貫通できて上限値も上げれるのもいいです。ただ、ロック解除からの回復以外から光を6個しか生成できないのがどうしても弱みポイント。
ね、蝶つなぎを生かすのであればせめてバラバラでも12個は作ってほしかったなといった感じですね。そこでやっぱりどうしても使い勝手が悪くなってるような感じはしますね。まあ他生成キャラを置いてあげて、無効貫通の時に打ってあげるっていう、なんかじゃあいらねえよってなるかもしれないですけど、まあ三坂美琴みたいなことはちょっとできないよって感じですね。で、リーダースキルは光る6個で 78% 軽減の攻撃40倍に加算固定ダメージで自己完結できているのは非常にいい点かなといった感じです。で、アシスト進化ですけども、無効貫通暗闇完封指2秒の光ドロ強プラスがありますよ。6ターンでルレート 7ターン生成。で、操作時間2枚と敵の行動1ターンチェーンですね。まあ、暗闇完封無効貫通という枠で、使うところはあるかもしれないですね。はい。以上、続きましょう。はい、続いて、同率の獲得票数21票、新装ひとしくんですね。結構低いですね。もうちょっと高いかなって個人的には思ってます。個人的な評価は結構高い方なんですけど、15ターンの3ターン遅延変身となっておりまして、確定購入なので潜在は8枠になりますよ。今しました。はい、で、変身後はバインド 2A プラ2個の10強4つあるので、まあ火力覚醒も高いですし、無効貫通もまあついでにあるんですが、闇コンボ強化プラスの光コンボ強化プラス持ちボイスで、第3属性も闇もらえてて、2ターンスキルが結構面白いんですけど、上限値上げる、ロック解除からの火を闇水を光はまあまあありがち。で、覚醒無効の回復ができるんですよね。ここがすごくいい点なんですよね、新装くんは。2way で何だったら消せない解除もできますし、覚醒無効解除枠をこれで開けられるっていうことができるんじゃないかな。生成を真相ひとしに任せて、覚醒無効解除枠の代わりに、まあ、さらに生成枠、安定させるための生成枠とか、ルーレット枠とかを入れることができるんじゃないかなと思うので、まあ、1枠開けさせることができるんじゃないでしょうかといった性能になってくるかなと思います。リーダースキルは光と夢を同時に4個以上つなげれば4加算。9コンボ以上で 80% カットできるので、場合によってでは、まあ、2way を組まずにちょっと火力を抑えるとかもできるかなみたいな感じですね。で、攻撃力が40倍と。まあ、戦えるスペックですよね。4コンボ加算に 80% 軽減って、環境的にも強いリーダースキルをもらえてるんじゃないかなといった印象ですね。まあ、確定購入で優遇されてるのかな。はい。で、武器に関しては、2way プラのお邪魔完封、闇コンボ強化、光コンボ強化、チーム HP のチコ HP 強化持ち、8ターンで 80% 軽減打てますよっていう武器になってくるので、あと、まあ、自身の属性が光になるんですけどね。これはアシストでつけといて、後半のちょっとボスの発狂きついから 80% 軽減ため直しときたいなみたいな場面では使えそうです。最近ちょっとこういうこと僕やってるんですけどね、8ターンぐらいがまあちょうど7ターンが一番いいんかな。まあつけるキャラにもよるんですけど、まあ、8ターン7ターンぐらい、半減でよければもうちょっと早いキャラいますよね。5ターンとかね、 80% 軽減並みだと8とか7とかになってくるかなと思ったりはするんですけど、まあまあ軽い方の軽減ではあるかなと思うので、もしかしたらそういう面でね、上で貯めて、ボスの発狂を受け切るっていうのに使えるかなと。うん、覚醒もね、火力漏れてお邪魔カップできるので意外とありかなと思いました。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数が23票のサーナイトアイですね。こいつも思ったより低いなって感じ。僕が思うよりも皆さんが思ってってるのは低いかもしれない。バインドスキブやつ封印7強プラが3つの LG プラスボイス、で聴覚がこんな感じです。いっぱいあります。まあ、10強で火力出すのもよしですが、お邪魔完封するのもよし。LG 持ってるのでアシスト無効解除もできますし、4ターンスキルで3ターンロック目覚めと、バインド系全部回復しますよっていう感じなので、非変身でありながら4ターンでこれやってのけるのはなかなかいい。まあロック目覚めがマイナスと捉えられるのであればって感じだけど、まあ言うて気にならないですよね。もはや場合によっては盤面全変換の対策になってプラスに働くこともあるかなみたいな感じですね。だから全然プラスと捉えれることもある。マイナス全然要素ない。うん、大体のキャラロック解除するからね、生成キャラって。ロック解除生成しないキャラの方が珍しいんじゃない。もうだって今アレキサンダーもロック解除するようになったからね。あのアレキサンダーがロック解除するんよ。はい。で、リーダースキル受けるダメージ半減、光闇の午後 L 字消して半減、攻撃30倍、回復4倍で7コンボで固定1ダメージ、コンボするだけで固定ダメージ持ちますよっていう感じですね。場合によってはランダムで使える場面があるかもしれないですよとか。あ、でも L 字組まないとダメか。火力出ないからダメだ。はい、不採用。はい、不採用。まあ、L 字牌だったら強いかもしれないけどね。L 字組まないと火力が出ないんだったらまた話変わってくるかなって感じですけどね。うん。L 字加点牌だったらワンチャンあるかもしれない。で、アシスト進化に関しては7強プラチーム HP2 個の指プラ持って9ターンで覚醒無効とか回復。3ターン6目覚めの5加算って感じですね。まあ、火力覚醒にチーム HP 持ってるのは別に悪くないかなと思いました。はい、次行きましょう。
はい、続いて獲得票数が、26票、ミスターコンプレスです。新キャラですね。バインド、スキブは6個持ってて、LG は4つ、チミシピ2個です。聴覚にさらにスキブあるので、スキブは8個持ちにすることも可能です。で、スキルは7ターンで、1ターンチェーンと3ターン属性吸収無効と1ターンヘイストですね。7ターン1ターンヘイスト系の編成でも使える可能性は十分秘めてるよと。遅延が結構大事になってくるかもしれないですし、属性吸収3ターン継続で、ヘイストで活かすので、こうもうループみたいな形で属性吸収無効を打っていけたりするんじゃないかなみたいな感じですよね。まあ編成によりきりですけどね。スキルが多いっていうところも結構大事で、スキルターンも別に重くないですし、まあもしかしたら属性的な相性で攻撃枚数減らすのに周回編成のワンパーツとか、まあでもコンプレスってある必要はないかもしれないですけどね、とかとか。まあ LG あるのでアシスト無効解除にも使えますし、チーム HP 強化も持ってるのでサポートとしては結構いいかなって感じですよね。でリーダースキルはまあ別に強くないのでいいかなって感じですね。ちょっと持ってると今後活躍の場面がありそうだなと思いました。武器は悪魔タイプ封印2個。最近封印枯渇しがちなので、悪魔タイプ縛りとかのリーダースキルとかだったら結構活躍がもしかしたらピンポイントで便利とかあるかもしれないです。でお邪魔耐性完封と T 字消して火力8倍漏れますんでね、 T 字を活かせるような編成だったら火力も漏れていいかなと思います。で3ターン遅延もあるので意外とね武器評価悪くないかなって思うんですよね。うん、ぴったりハマる編成とかはあってもおかしくはないかなって思いましたんで、別に僕は個人的には結構いいキャラだなと思ってますが、票はそんなに集まりませんでした。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数が27票、コンプレスとの1票差ですが、エンデバーですね。エンデバーはもう正直変身の方は触れる必要があるのかみたいな。15ターンの、3ターンチェーン変身で、変身後はバインド封印、ウィプラ毒カンプ、枝豆の封印を持ち、7キロプラム交換2のプラスと、ボイスステージ5ターンスキルは3ターン回復力自分のと非属性の攻撃が3倍、上限超60億第3属性も火もらえてて、ロック解除からの右を火に変えます。生成量がどうしても少ないのがネックかなみたいな感じはありますが、まあ回復力とかも、上げてくれるのはありがたい。ただループはしないんでね、なんともって感じかなと思います。リーダースキルは HP 条件の半減なのでちょっと使いづらさは目立つかなって思います。で、まあ、出番があるとしては、こっちの形態かなと思いますね。蝶つなげ2個、枝豆3つに冬も持ってますので、超重力系の、まあ、ゲリラだったりとか、そういうところでも一応使えますよと。3ターンスキルが花火ですね。ただし、スキル使用不可になりますので、アシストで、序盤はまあ、なんか無効貫通花火とかやってあげて、最後にボス戦で溜まり直して自身の花火を打つみたいな。まあ、そんな使い方になってくるかなと。リーダースキルは76リーダーなので、非属性のフェルルとかとの相性も良いかなって感じですね。そういうところで、まあ、ダンジョン相性によっては使い道がたまにあったりとか。武器に関しては枝豆、暗闇完封、ヒレ付きを3つの無効貫通。で、あとは6ターンで覚醒無効系全回復と、両端の卑劣生成という感じになってます。まあ、特に使い道はあんまりなさそうかな。また暗闇完封無効貫通だ。はい、そんな感じですね。まあ、この携帯が一番出番はあるかなと思います。もしかしたら周回のワンパーツになるかもしれないので、交換、もし不安な方は持っておいてもいいかもしれないですね。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数が32票のジロー強化、新キャラです。バインドスキルプラス封印、超つなげ2個の光烈鏡を3つと闇烈鏡を3つ、枝豆ボイス。聴覚性がスキルプラス50倍以上強化の枝豆全パラアップという感じになってます。まあ、50倍以上強化を生かしてしっかり火力を出すことも可能かなと。3ターンスキルは1ターン落ち込んなしの場面76属性吸収無効なので、三坂美琴系との相性は良し、盤面を取り返していくっていうのでね、超つなげ系の編成でも役立つところはあるんじゃないでしょうか。超つなげ系だと枝豆を生かして、ダメージ吸収は潜在で行うことができるかなと思うので、属性吸収の対策として1枚入ってくるは全然あり得るかなと思ったりはしました。リーダースキル光か闇を6個以上つなげれば 77% 軽減の攻撃30倍4加算なので、まあ、自身もリーダーとして使えるスペックはもらえてるかなといった印象になってます。武器に関しては指4秒分と、チーム HP バインド持ちで指を盛るのにはなかなか良し、2ヘイストもありますので本当に指確保としては使う場面があるかもしれないですね。もちろん他にもね、指ここまで持たなくていいよって感じだったらありますね。ボンドの武器だったりとか、今回の誰だったかな、スキブ封印だからミルコかな、スキブ封印チーム HP2 個指2秒の4ターンヘイストだったかなとかとかありますので、まあそういった面で他の指が少ないキャラだったらまあちょこちょこいますが、4秒も漏れるってなってくるとなかなか少ないかなといった印象です。次行きましょう。
で、続いて獲得票数が同じく32票の信楽戸村の、まあ、昔からいる方ですね。変身の方に関しては15ターンの、目覚め変身、変身後封印、7強プラ3つの、無効貫通プラ、攻撃キラーが2個とマシンキラー5ターンで HP5% グラビティと最下段を闇に変換し、5ターンの間時強化5倍でダメージ上限値も50億になります。だからタイプによってはしっかり火力を出していけるようなキャラクターですが、まあ今の環境はちょっと使い道があんまりないかなと思いますね。これが流行ったのがあれじゃない、マジック・ザ・ギャザリングコラボ誰だったかな、んかその辺で使ったような気がしますね。誰と使ってたっけ、闇の誰かがいたんだったかな、ちょっともう忘れましたけど。で、究極進化の形態に関してはバインドスキープラス封印ビプラの10強3つ L 字プラス持ち、一応がこんな感じになってまして、まあ L 字を活かせばまあまあ火力も出る、でまあアシスト無効解除も使える。スキルは4ターンで吸収無効とお邪魔と闇を2色陣ですね。まあ自身の新しく出た方の戸村くんがお邪魔を使うキャラクターなので、まあそこの吸収無効枠として使うっていうことはできるのかなって感じですかね。まあ、その他だとまあ別にそこでもわざわざ使わないですけどっていう感じにはなりますが、ちょっと火力覚醒どうかな、 LG 活かさずとももうちょっと出てくれたら、この形態でも浮遊もらってもよかったんじゃないかなとは思ったりしましたけどね。まあ、一応吸収無効上限値70億として使うことも可能っちゃ可能です。で、お邪魔2コンボで 77% 軽減の酸化酸、10コンボで攻撃30倍の、固定700万ダメージですね。なんか700万ダメージっていうなかなかの値を持ってますけどね。軽減払わないっていう条件下だったら、こっちはコンボするだけで固定ダメージか。こいつの方がいいのか。コンボするだけ固定ダメージっていう面で見たら。はい。まあ、そんな感じですね。あんまり使うとこはないんじゃないかなと思ったりします。武器は、蜘蛛耐性、バインド、闇泥鏡プラス2個の攻撃マシンキラーで、なんか裏しろで使ってくださいみたいなキラー持ちですね。8ターンスキルは、4ターン属性吸収無効とか、ま、いろいろありますよと。まあ、見かけとかも同じようなキラー持ってるので、まあ、結局見かけが強いってなるかもしれないですけどね。もしかしたらキラーでの武器採用はあるかなと思いました。次行きましょう。はい、続いて獲得票数が、34票のトゥワイスなんですけども、ちょっと僕、これ投票の時ごじってて、トゥのちっちゃいウがちっちゃいイになってましたね。ティワイスになってましたね。はい。これミスですね。ごめんなさい。バインド、あ、まあ、こっちから行こうか。バインドスキルプラス封印2個の無効貫通プラス10強2個の 2A プラス持ちボイスで、聴覚はこんな感じで、スキル4ターンで2ターン回復力操作時間2倍と、2ターンの間最大 HP とキー闇属性の語彙力2倍です。一応2体でループしますが、まあ、わざわざ2体採用っていうのはちょっとしづらいかなと思ったりはしますね。うん。意外と2ターン継続する操作時間回復力とは HP 倍積もれるので、まあ、使えなくはない。スキルはね、いいと思うんですよね。スキルはワンチャン。ここに76番目にしますとかあったらね、最強だったんですけどね。それはさすがにもらえず。覚醒がどうかなって感じなんですよね。2way こそあるけど、まあ、そんなに火力めちゃんこ高いわけじゃないですし、無効貫通もあるんだけど、なんかちょっと火力、覚醒がね、いまいちかなって思ったりします。スキルはね、結構ワンチャンありそうみたいな感じはしました。で、新しく進化しまして、バインドスキーパース10強、2way プラが1、2、3、4、5個のボイス。5個ですか？ 5 個ですかね。中学生はこんな感じですね。10強でさらに火力出すことできますよ。4ターンスキルが盤面76にしますよ。最大 HP2 倍にしますよ。キー闇回復陣とお邪魔その後10個生成ですね。回復消えなければいいんですけどね。うん。まあ、覚醒的にもダキアンの牛太郎だったりとか、あいつ、バーテンダーのトーカとかと編成の相性は良しって感じですかね。そこで一応使えるようなサブにはなってきてるって感じです。アシストは 2way プラ、超追撃、操作か枝豆、12ターンで4ターンダメージ吸収無効と操作時間2倍の2ターンランダムルーレット1個生成ですね。なんか、すごい特徴的な覚醒とスキルとって感じになってますが、使うかって言われたら、まあなんか、ランダム加点要因かって思ったりはしますね。はい、そんな感じになっております。次行きましょう。はい、続いて獲得票数が35票、爆豪勝樹、かっちゃんですね。これ新しくもらった携帯ですが、変身の方に関しては12ターン2ターン閉鎖変身で、変身後は浮遊持ちで火力出して LG プラスを持ってて、ヒドロキを持ってて、4ターンで2ターン継続する無効貫通っていうのが結構強めかなって思ったりしますね。自強化も3倍入りますし、ただまあ回復を火に変えちゃうので、ちょっとその辺回復問題は発生するかなって思ったりはしましたけど、
まあ、4ターンで2ターン無効貫通、ヒドロ強もしてくれるっていうところで、もうワンチャンヒパで出番はあってもおかしくはないかなとは思いましたね。リーダースキルは火の2コンボ 78%、火を6個、2か3固定ダメージで、なかなか使いづらそうなものはもらってますって感じかな。火をいっぱい生成できたら強い。で、究極進化に関しましては、バインドスキル4つ、冬持ち、7強プラ3つ無効換の、超額こんな感じで、4段スキルのスキルは結構便利かもね。ルーレット生成操作時間上げてダブル吸収無効。なかなかいいですよね。吸収無効するだけだったらまあありがちかもしれないんですけど、操作時間とルーレットも生成してくれるので、この辺ギミックへの対応力は多くていいんじゃないかな。盤面も76にしますし、スキルもしっかり4つ持っているので、まあ火力覚醒がどうかな。そんなにめちゃくちゃ高いってわけではないかもしれないけど、まあ一応冬ももらってるので、まあ、採用の余地はありかなって思ったり。で、新しくもあった転生進化、バインドスキルプラス封印指プラ、10強3つ冬持ちボイス、聴覚はこんな感じになってまして、まあ無効貫通がいいかな。3ターンスキルが、自強化2倍とも上限値60億6回除からの水闇爆弾お邪魔を火に変換なので、まあ大量生成で3枚ループも一応まあ使えなくはないかな。7の封印をしてあげれば火大量に生成できていいかなって思います。全ドロ強っていうのも入るので、3枚運用すればドロップ強化の武器とかを採用しなくても毎ターン全ドロ強できたりとかでちょっと面白いことができそうかなって思いました。まあなんか現実的じゃないって思われるかもしれないけど意外と使えます。試練進化のミネルヴァがワンチャン使えてるので、まあそれと同じって考えたらかっちゃん意外と使えるかもしれないですね。ちょっとこれはね動画にできたらやりたいなとは思ってます。ただ使ってみてちょっとダメだなって思ったら動画にはならないのでその時は察してください。リーダースキルは 1.1 倍激減ですね。こちらもね火を6個必要ですし火の2コンボも必要なのでちょっと必要数が多い。五花さんは強いと思いますけどね。うん、そんな感じです。で、武器に関しては、50% 以下強化2個、卑劣強化5個。で、5ターンで打てる 50% 自傷と敵一体ブレス2000倍。で、あとは火の12個生成。まあ、バラバラに生成するのであれかもしれないですけどね。ブレスは打てるのはまあ、周回方面でもしかしたら活躍の余地はあるかもしれないですね。だったらちょっと12個一緒に固めて作って欲しかった感はあったりしますけど。はい。50% 以下強化2個なので、まあそういった編成の火力武器としても使えるかもしれないです。はい、次行きましょう。はい、続いて、緑アイズク、昔からいるデックですね。封印指プラバインド LG プラスのボイス持ち15ターンの 2ターンヘイスト変身で、変身後封印指プラ LG プラス無効貫通プラス10強プラ7強プラ2つ、バインド持ってボイス持って3ターンで自強化3倍がループしますよ。上限値50億に上げて6解除からの、火と水と木と光の4色陣ですね。ちょっと回復とか作らないのがどうでしょうみたいな、自傷はするけど回復はないよみたいな感じなんで、そこが使いづらさはあるかな。火力は一丁前に高いので、まあ、火力を出したいっていう時にはいいのかもしれないです。リーダースキルも貴族性条件あって 2.6 倍半減なんですよね。木を5個以上つなげればっていうことで、まあ条件も軽いですし、固定ダメージを持ってるので別に悪くはないんですが、なんかね最近どうかな相方次第かなって思ったりはしますね。キパは来てるもののみたいな、ちょっと使いづらさはある。自身のスキルがちょっとどうしてもね足引っ張っちゃってる感はあるかなと。ジンはいいんですけどね、木と回復とかなんかそういう木回復は作ってほしかったなと思ったりはしましたね。はい、そんな感じです。火力はしっかり環境で戦っていけるものをもらってると思います。究極進化に関してはバインドスキル4つ封印10強プラの無効貫通プラ十字プラ LG プラでアシスト無効潜在とか十字の暗い目覚めとかも解除できます。聴覚はこんな感じで L 字で、スキルを7個にすることもできますし10強で火力を出すことも可能ですよと。2ターンスキルは 50% 自傷の6解除、火と光と闇と回復の3個ずつ生成となっておりまして操作時間と自分のコイルが2倍ですよと。まあ、50% 以下で生かす編成であればちょっと便利かもしれないですが、リーダースキルは76リーダーなのはいいと思います。で、武器に関してはスキルプラスの気泥強が6個で2ターンヘイスト、指プラもありますけど貴族性エンハンス4ターン10倍ですね。10倍は高いですね。倍率は非常に高いです。スキル実質4つ。で、まあ気泥強いっぱい盛りたい時にはいいですけど、まあわざわざデクの武器である必要はあんまりないかなとは思ったりはしました。はい、まあちょっと使い道はあんまりなさそうかなというのが現状の評価かなと思います。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数が、デクと同じ39票の、霧島くんですね。結構低いんだね、インパクトの割には。
もうちょっと上かなって思ったりしましたけど、スキブが聴覚込みの8とか超つなぎは持ってて耐性も2個持ってて回復エルジでスキブ最大11持ちにできるのが魅力的なキャラです。バレリアと並んでいきますね。でスキルは10ターンで5ターンダメージ半減です。回復力も2倍がある、ループはしません、5ターン継続しますよ、全ドロップロックしますよということで、まあ、5ターンっていう継続ターンが長いのが一応魅力的かなって感じですけど、まあわざわざ攻略で採用することはないかなと思ったり、この枠開けれるのはなかなか難しいかな。いざという時の半減で使いたいのはあるんだけど、その他の役割がちょっと薄いかなって感じかな。だから周回方面での出番になってくるかなといった感じですかね。リーダースキルは全パラ3倍軽減、操作時間上げますよ。ドロップつなげればいい系なので、まあワンチャン自身が周回系のリーダー張れるのかって感じですね。その辺なかなかいいですね。武器に関してはスキブチーム HP にこの HP 強化が1500アップかな、これは。で、12ターンで、3ターン 60% 軽減です。で、自強化3倍全ドロップロックなので、まあ、軽減系で使える場面はあるかもしれないです。次行きましょう。はい、続いて獲得票数が結構上がりますね。61票のホークスです。ホークスはキャラ人気も高そうなんですよね。僕も好きですね。こういうちょっとなんか楽したいんすよみたいな人好きっすね。封印スキブプラスの10強のボイス持ち、15ターンの一旦ヘイスト変身、変身後封印指プラム交換通10強4つの浮遊持ちで木のコンボ強化プラスが2個、第3属性もキーもらえてて、2ターンスキルは一旦落ち込んだしのダメージ上限値が70億、木が目覚めて6外時間の上から2列目を木に生成と。意外とルレとか生かさなくても木が目覚めてるので次の盤面木、まあ間違いなく3個は降ってきてるでしょうと。で、さらに木を生成して無交換通を毎ターン組んでいくっていうことができるかな。落ち込んなしバッチとかを使わなくても自身のスキルで落ち込んなしになるから、まあ高速周回とかでは便利な活躍があるかなって感じですね。リーダースキル木の2コンボで半減、攻撃16倍の固定1000万ダメージ、貴族性全プラ 2.5 倍で、まあリーダースキルもかなり戦えるものをもらえてるかなといった感じになっております。まあ貴族性今来てるっていうところで、まあホークスもなかなか強いキャラの部類にはなってくるんじゃないかなと思いますね。結構当たりだと思いますこのキャラ。武器に関してはバインド亀裂鏡6個指プラで4ターンで、敵の属性変化ですね、水属性変化と操作時間回復力貴族性反発3倍です。まあ敵ワンパンしたいよみたいな時には便利かもしれないですね。はい、属性的な相性でできないっていうのがあるのでね。そんな感じです。次行きましょう。はい、続いて獲得票数が82票、トドロキショートくんです。バインドスキブ2個指プラの封印持ちの、ボイスあって12ターン2ターン遅延変身、変身後バインド指プラ封印2個7強プラが2つ10強プラ、ティム交換2プラ、第3属性水もらえており3ターンで2ターンダメージ吸上限値60億とダメージ吸収の無効化、6解除の非水生成と全ドロップロックですね。ノア、バレンタインノアとの属性的相性もいいですし、3ターンで2ターン継続ということでループしてくれますよと。リーダースキルは火と水属性全パラ 2.5 倍の火水同時攻撃でダメージを半減で、これはまたね、ノアとの相性も良しですね。はい、って感じで、まあノア系で使える場面はあるかもしれないですね。ずっとダメージ吸収無効ができますよっていう感じになっております。自分の上限値もずっと60億出していけるので、ダンジョンによっては強いって感じですね。で、進化後、これは究極進化、究極進化はバインドスキルプラス無効貫通プラ7強プラが4つで、十字プラスと聴覚にも十字さらにありますよ。スキル8ターンでダブル吸収無効、3ターン継続の76リーダーといった感じになってます。まあ火水編成の吸収無効枠として使える場面はあるかもしれないです。で、武器は結構良くて、50倍以上強化のお邪魔完封、暗闇完封の自動回復プラスで3つ、11ターンで6ターン HP50% 回復とか苦戦後回復なので、まあ、周回で出番がありそう。火力を盛りつつの、敵の攻撃を受け切っていくっていうところで、6ターン HP50% 回復できるっていうのは、全然採用の余地ありかな。アシスト無効っていうコロシアムとか、まあ、最近結構ありますけど、アシストが使える系だったら、強く出られるんじゃないかなと思いました。次行きましょう。はい、続いて跳ね上がりますね。獲得票数が125票で、オールマイトが入ってきました。変身の方に関しては15ターンの変身で、変身後バインド指プラ暗闇完封のスキルチャージと冬持ち、4色プラと7強プラ2個ですね。8ターンで4ターン自分と攻撃タイプのエンハンス2倍なので、まあ、自分は4倍スキルチャージがあるので、ループしますよと。サブの上限値も50億して敵の防御0ですね。サブをしっかり火力を出したい、ただしちょっと上限解放ができそうにないキャラクターとかとの相性は良しですね。で、リーダースキルは攻撃タイプ全パラ 2.5 倍で、7コンボで上昇の最大18倍の火力出ます。4色以上で、ダメージを半減し4加3で、リーダースキルもなかなか強いものもらえてるので、まあ、環境的にも戦っていけるような感じですね。サブの上限値を上げるっていうところが、まあ、どこまで活躍できるかって感じにはなっておりますね。編成によってはなかなか強く出られる場面はあるかもしれないですが、役割としてそこまで大きいことができないかもしれない。
で、この新しい、あ、確かないか、究極進化の方が、まあ、役割としてかなり特徴的なのでぜひ持っておいてほしい。バインドスキープラスの封印、お邪魔完封、浮遊持ち、50パイク強化3つで、聴覚はこんな感じで、スキルが HP20 パイク使用可能で、ゴクレグスや闇のメタトロンとかそういう HP を毎ターン1にしますよ系のキャラクターとの相性がバッチリで、一旦自強化10倍とダメージ無効貫通、ダメージ吸収無効、属性吸収の無効化っていうところで、こいつ一体でそういう吸収無効貫通系のギミック全部耐性していきます。で、なおかつ自強化10倍でしれっと乾燥します、こいつ。なので、まあ光属性っていうところの相性がより合えばって感じかもしれないですけどね。まあ、ゴクレグス系で使うんだったら、副属性闇にしたりとか火にしたりとか、副属性不要の武器つけてあげたら火力にも一応貢献はしてくれるんじゃないかなといった感じです。浮遊もらえたのでより火力出しやすくなったかなと思います。リーダースキルはまあ言うてです。武器に関しては、ワインドとお邪魔完封、毒完封、ちっこい HP 強化と 80% 軽減と、一旦自分と光属性の攻撃力5倍、HP も全回復します。またこれも8ターンじゃなくて9ターンか。9ターンで軽減でいきますよっていう感じなので、まあ上で軽減として使っていくっていう時には使えるかもしれないですけど、まあ耐性とバインド盛りたい時にはって感じかな。はい、そんな感じですね。次行きましょう。はい、続いてレディーナガン新キャラですね。獲得票数が157票ですね。バインドスキル3つの封印で32ターンの76番面3ターン継続、闇属性反数も5倍して変身。変身後バインド封印ウェブラの10強3つ無効貫通と浮遊持ちボイス。3ターンスキルは1ターンなど高速ルーレット移行生成、闇属性反数2倍とダメージ吸収無効化と上限値が80億になりますよと。なので闇のパーティーとかだったら火力の出る、まあ、ダメージ吸収無効枠、あとまあルーレットとかシルエット上書きしてくれるのはありがたいところはあるかもねと。リーダースキルは強くて、闇を6個以上つなげれば 80% カットの攻撃38倍、5加算して操作時間3秒延長ですね。 80% カットできるし、5コンボ加算っていうコンボ加算数も多いので、闇パのリーダーとしてはかなり強い部類になってくるかなと思います。まあ、トムラ君しかり、今回の常闇君との相性も良いかなと思いますので、そういう闇パのつなげる系との相性はいいのかなと。そういった面でね、使えていけそうですね。で、武器に関しては、副属性闇不要、スキブ7強2個の闇泥強プラスのチーム HP 強化持ち、20ターンで4ターンのこう、ルーレット生成で非闇回復のルーレですね。で、5コンボ加算してダメージ吸収の無効化と盤面76にしますよって感じですね。まあスキルはそこまでかもしれないですが、覚醒は副属性闇に付与するというところでは便利かなと思います。溜まりづらいっていうメリットはありますけどね。はい、次行きましょう。はい、続いて獲得票数166票のベストジーニスト新キャラです。バインドスキル3つ封印、2ウェプラボイスの30ターン3ターンチェーン変身。変身後バインド封印ウェプラの10強4つに2ウェイは6個ですね。で、火力も高くて、第3属性はもらえてないですね。光属性だけ。副属性3ターンスキルは盤面水花火からの光と回復を張り巡らせ、自強化2倍の上限値80億ですね。リーダースキルが結構強くなってて、 1.2 倍激減の水光同時4個以上つなげれば攻撃35倍と6加算ですね。なかなかいない6コンボ加算をもらえてますね。まあ、3体でループ運用してあげれば、ルートをたどるだけで敵が沈んでいくみたいな、ね、コンボ加算も多いので千住系とかでも強く出れそうだなって感じにはなっておりますね。3体揃えておくと、まあ、高難易度周回で便利なところはあるかなと思ったって感じですかね。はい、どうなんでしょう。ここまで結構上の方に入ってきておりますが、皆さんは当てられてるんでしょうか、このキャラクターは。引きあんまり、この今ね、環境的にっていうかね、今ね、魔法石が絶対少ない時期なんですよ。時期的なものが悪い。だから、じゃあベストジーニスト1体引けました。まあ武器が強いけどね、ベストジーニスト、まあ当たりは当たりだけど、3体やっぱ欲しくなっちゃうから、その辺引き当てるってなってくるとなかなか難しいんじゃないかなって思うからね。だから多分流行りはしないかもしれないですよね。武器は副属性水不要の水ドロッキョプラ2個の2ウェイ2個のスキブ2個ですね。で、5ターンチェーンできるのが特徴的なので、武器はね結構いい、実質スキブ7として使うこともできるので、まあ一体引けましたよって方もね、武器としての採用は全然あり得るかなと思うので、そういった面では当たりってなってくるかなと思いますね。本体使うならやっぱり3体運用欲しくなるかなと思いますね。まあランダムとかではないかなと思いますね。変身なんでね、さすがにランダム運用はないとは思うんですけどね。まあ何があるかわからない環境なんで何とも言えないですね。はい、そんな感じですね。次行きましょう。はい、続いて獲得票数が177票、トウカタミリオ。結構高いね。ミリオだいぶ高いっすね。既存キャラでここまで上にいるのなかなかいいキャラだと思いますよ。
バインドスキブ4つの封印操作か L 字持ちの22ターンダメージ無効2ターン継続変身で、変身後バインドスキルチャージプラスが2個と封印操作かの5色が4つの L 字プラ持ちで、30ターンで6ターン継続のダブル吸収無効と体力攻撃タイプと実況化の2倍なんですが、スキルチャージを生かすことによって6ターンがループしますよ。なので一生吸収無効ですね吸収無効は効きませんよと言った感じになってます。自身も火力しっかり出せるようになったし、操作か素で持ってるのは偉いのと、 L 字のアシスト無効解除にも使えたりするので、まあ魅了は確かに強いですね。多色編成では採用の余地全然ありえるかなって感じ。まあリーチェとかに引き続きって感じ。 L 字持ってるのが意外とあれだな、まあ悪魔タイプじゃないから赤座編成とはちょっと相性が悪いっちゃ悪いんですけども、あの赤座の時の編成、赤座ワルリンの編成、ちょっとまあ多分印象に残ってる方多いかもしれないんですけど、あの編成ってなぜ正月リーチを採用したかっていうと、光属性でなおかつ L 字を持っているっていうところの採用なんですよね。で吸収無効ターンが多い、だからそこにぴったりハマるんですよね、ミリオって。ただ悪魔タイプじゃないっていう、もうそこだけなんですよね本当にそこだけ。なんかまあタイプ付与してあげればいいやって話なんですけどね、ミリオそこの枠にも入れるなって思いましたね。うん、まあもう称号チャレンジ終わりましたけどそうなんですよね、称号チャレンジだっこで正月リーチがいない方とかは魅了がマジで良かったなって思いましたね。まあ別にわざわざそこじゃなくてもね、機械属性他にもいたっちゃいたんですけど、うん、っていう印象はあります。まあ個人的なものですけどね。で、武器に関しては回復ドロキオの毒寒風の5色 HP 強化って12ターンで6ターン回復力リーダー光属性の攻撃力が4倍ですね。結構継続ターン長いで、全職人毒寒風5色武器として使うかもしれないですね。はい、そんな感じですね。まあミリオは既存キャラの中でも吸収無効とか火力も出てなかなかいいキャラクターになっていますので、まあなかなか良い強化をもらえた部類の既存キャラかなと思いますね。はい、次行きましょう。はい、続いて、新キャラデク&オールマイトです。ヒロアカのバッジもなんならついてくるよっていう感じになってるのと、交換ですね、15体で一応交換は可能になってます。バインドスキブプラスの封印耐性10強が4つのボイス持ち、聴覚数がスキブプラスと封印暗闇と、ガドブレ持ちですね。3ターンスキルはバトル5以降で使用可能な、自分のダメージ上限値が80億、攻撃タイプと自分の攻撃力は2倍と無効貫通ですね。まあエンハンス攻撃デバフ対策、個別デバフ対策で無効貫通っていうところで、まあ無効貫通っていう役割が入りそうな編成だったら強いかなって感じですね。うん、攻略方面で使える編成は全然あってもおかしくはないかなって感じ。バトル5以降使用可能は、まあ、さほど気にならないかなって思いますね。5フロア以前で無効貫通、まあ、もちろんいるダンジョンはあるんですけども、まあ、最初って大体スキル、武器打つじゃないですか。だから武器で無効貫通はなんとかしていけるかなと思ったりはしますね。だから後半戦はしっかり自分のスキルを生かして無効貫通として使っていくのがいいんじゃないかなと思いますね。リーダースキルを3色以上で 78% 軽減、攻撃6倍の2加3、ドロップを消すための 1.3 倍ずつ上昇で青天井なのは強いですね。うん、コンボ加算数はちょっと少ないなとは思いますけどね。これで追撃ないのはちょっと寂しいなって感じですが、まあ、78% 軽減でしっかり戦えるスペックもらえてますし、青天井倍率はしっかりね、攻撃倍率が超重力が高いダンジョン、最近のゴクレグスのはこの五角生命体の500分の1とかになっても、まあ火力をね出していけるようなリーダースキルをもらえているんじゃないかなと思います。はい、あと貴族性なのは結構いいかも。で武器が面白くて、スキブ3つ、10ターンでスキル使用時消滅しますが HP 全回復と99ターン上限値60億ですね。火力をねさらに出していきたいっていうところには60億が刺さるのかなって感じですが、使い方がちょっとまあ難しくはあるかもね。一回武器打って、その後まあ自身のスキルをすぐ貯めれるようなキャラクターだったらいいかなって思いますし、まあもしくは強制ヘイストとか使われる敵がやってくるダンジョンだと使いやすかったりするとは思ったりしましたね。うん。もしかしたら敵をね、上限近い方でワンパンしたいよみたいな速さを求めるときには使われるかもしれないです。はい。まあ、交換できる方は持っておいてもいいかなと思いますが、無理してなんか大事なものまで差し出す必要はないかなって感じですかね。疲労化キャラ、まあ、外れ枠はもちろんいるので、その辺を差し出す分には全然いいかなと思いました。続いてみましょう。はい、続いて獲得票数245票。トガヤミくんですね。意外と結構高いですね。バインドスキル3つの封印、暗闇完封、30ターン2ターン変質変身で、変身後バインド封印、暗闇完封と、無効貫通5個の、冬持ちの、陰の加護持ちですね。
で、3ターンスキルが1ターンの間上限値80億解放の左下正方形生成、現状はもしかしたら左上になるかもしれないし、まあ、左下でちゃんと5、4場面でも9個生成できるよっていう調整が入るかもしれないですね。リーダースキル闇を6個以上つなげて半減の攻撃18倍、固定ダメージ1000万と闇属性全プラ 2.5 倍ですね。まあ、高速周回とかで強そうって感じですね。3体ループして正方形崩すだけで効果力っていうことができます。インのダンジョンだとより相性いいですけどね。うん。まあ、コンボがね、ただ、ないので、コンボ吸収とかどうしようかなって思ったりは発生するかもね。まんじゅとかで使いたいんだけど、まんじゅが陽のカゴだから、またなんかそこは、ぴったり合わないなとかはあったりしますけどね。うん。まあ、あとはまあ5、4番面での生成の問題が今発生しているので、そこが解決次第かなっていうところはありますが、3枚揃えてあげると、高難易度の高速周回にも使えて結構便利な場面はありそうって思いますね。で、アシスト進化も結構良くて、スキブのチーム HP 2個、暗闇完封、闇泥鏡プラスで2個、9ターンスキルは10ターン落ち込み、予知と操作時間2倍のランダムのルーレット個生成ですね。まあ継続ターン数長いですよと。覚醒が優秀ですね。スキブチーム HP2 個とあって、暗闇完封してくれます。さらに泥鏡も漏れるんでね、暗闇完封武器としての採用ありそうだなって感じですね。次行きましょう。はい、続いて獲得票数が397票。100票以上の差がついてます。新キャラミルコ、バインドスキル3つのボイス、34ターンの2変イースト変身で、変身後バインドビュープラ3色プラスが5つのガドブレボイス持ち、2ターンで落ち込んなしになるんですけど、上限値8億間の操作時間2倍とドロリフですね。まあ3色でね、こいつリーダースキル軽減張れるので、まあドロリフすれば大体3色はあるよって感じですね。実際に使った動画もありますので、よければそちらも参考にしてください。リーダースキルドロップを消すための 1.6 倍ずつ上昇で青天井、固定ダメージも青天井、3色以上でダメージを 80% カットの酸化酸となってまして、自己完結できている高倍率リーダーですね。封印耐性がないぐらいですかね、気になるのはね。毎ターンドロリフできるような編成にもなりますので、盤面対策とか全然必要ないです。お邪魔作られようが、毒作られようが、暗闇にされようが、まあ、暗闇目覚め系には弱いですね。暗闇目覚めとか、あとはめっちゃ偏る非お邪魔系目覚めみたいな、間違いみたいなね、多次元の。多次元じゃねえわ。奥長の。はい。とかね、ああいう目覚めをあまりにもひどいことをされると、ちょっとその辺には弱くはなるんですけども、そういうことがない限りは、まあ大体強いかなって感じですかね。まあ、最近の環境だと、まあ、暗闇目覚めぐらいかな。厄介なのは。もうそれぐらいかなって思いますね。うん。だから、盤面対策する必要もなくて、なかなか強みはあるかなって思いましたね。で、アシスト進化に関しては、スキブ封印、チーム HP にこの指2秒あって4ターン並走。あと、まあ、5ターン継続する操作時間回復力、攻撃タイプのエンハンスが4倍ですね。4ターン並走として使うことも可能ですし、指も持ってくれるのありがたいなって感じですね。武器としての出番もありそうですし、本体がそもそもリーダーで強いよっていう感じなので、まあ間違いなく当たりの部類でしょうね。うん。次、行きましょう。もうこれ、ちなみに第3位まで来てますね。第2位行きましょう。もうここからもう残ってくるキャラクターは、もうだいたい決まってるんですけども、はい、獲得票数408票の黒デク。言うほど見ること変わらないですけどね、票数は。バインドスキブ4つの34ターンの2ヘイスト変身で、変身後バインド封印プラ10強4つ無効化の亀裂鏡3つ浮遊持ち。5ターンスキルは2ターンの間自分のダメージ上限値70億とダブル吸収無効。で、強化ドロップが 100% 目覚めって感じですね。スキル強いですね。5ターンで2ターン継続の吸収無効。まあ上限値も解放できて、強化ドロップも目覚めるので、若干目覚め対策にも使えるので、デクは結構強いかなって思いますね。第3属性とかもらえてますけど、まあバラバラなのがちょっと気にはなるかな。木、光、闇だからね。まあ光を闇に変えてあげて、木闇編成、トーカとかが、ダキアンドキュータロー、ああいう系がそうですけども、ああいったところでは、木と闇をね、同時に使っていけるので、その辺で相性は非常に良いかなと。リーダースキル、木を5個以上つなげればダメージ半減。攻撃17倍の4加3固定ダメージ持ちで、木属性全パラ 2.5 倍で、まあ強いですね。実質 HP5 倍からの自己完結できているリーダースキル持ちなので、まあ、環境的にもしっかり戦っていけるリーダースキルを持っておりますね。まあ、全ダンジョン攻略可能と言っても過言ではないでしょうね。はい。それぐらいのスペックもらってるかなと思います。武器も強くて、無効貫通の雲耐性操作効果のチーム HP にこの2ターンダメージ無効で2ターン76の操作時間3倍。効果も強いですし、何よりダブル耐性のチーム HP2 個っていうのが強いですね。で、さらには無効貫通で火力も漏れるので、無効貫通系の編成ではかなり相性がいいかなって思いますね。まあ、武器としても強いので、まあ、間違いなく当たりの部類でしょう。はい、以上、次いきます。次、ラスト。もうこのままいきます。556票獲得ですね。デクと150票ぐらいの差がありますけども。まあ、これは間違いないと。トムラ君です。
はい、バインのスキブ4つ封印たるお邪魔カゴボイス35ターンの、30% グラビティ変身、変身後バインド封印ウェプラのたる持ち10強プラで無効貫通プラお邪魔カゴと冬持ちボイスですね。3ターンで、上限値量80億と HP45% 回復、左が闇2列縦ね、で右がお邪魔に変わりますよ。で第3属性も闇もらえてるので、まあその辺の高難易度は周回レベルで簡単にクリアできますよっていうキャラクターになってます。リーダースキルが闇お邪魔の同時で激減で攻撃45倍、4加3の固定500万ダメージ持ちで、闇属性 HP1.2 倍ですね。まあ自身同士で合わせるもよしだし、レディーナガンとかと合わせるもよしって感じなんですけども、まあ強い、どこ見ても強いっすね。まあ 1.2 倍激減、まあ HP 量がまあでも 1.2 倍あるから言うて足りるかって感じですけどね。うん、まあ 78% 軽減、80% 軽減ではないですが、まあ言うて激減あるんでね、相方も激減ぐらい持ってれば大概の割合耐えれますからね。はい、まあ間違いなく強いですね。うん、もうこれも全ダンジョンいけるんじゃない？これも全ダンジョンもう周回レベルでいけちゃうぐらいのスペックもらえてるんじゃないかなと思いますね。屋長は唯一まだやってないですが、あ、まあ唯一でもないか、千住とかもやってないですけど、うん、いやでもね、いけると思います。頭の中の想定多分全部いけると思っている、道の申請系全部いけるかなっていうぐらいのスペックもらえてますね。 45% 回復は結構反則級ですけどね、普通 40% 回復です。はい、で樽もあるから実質さらにね HP 漏れるからな。武器はスキブ10強、自動回復プラ2個、枝豆の24ターン、4ターン編成。まあ武器も強いですね。自動回復自身のリーダースキル系では強いですし、10強で火力漏れるのもいいですし、うん。で、まあ闇王者、魔回復陣もやりますよって感じですね。はい。まあ、トムラ君はどう見ても当たりです。まあただ、やっぱり3体運用欲しくなっちゃうかなっていう性能にはなってくると思うので、もしね、まあ高難易度周回したいよ、トムラ君使いたいよって方は、頑張って3枚追っかけたら最強編成できるかなっていうイメージです。はい、ということで以上31体ですね。ちょっとキャラ数が多いのでもう噛んだところも多かったですけどずっと喋ってるからねはい、そんな感じになっております。ということで、投票していただいた方ありがとうございました。うん、まあ意外とどうかな、常闇くんとか結構高いなって思ったりした。魅了が結構高いね。うん。僕の想定よりも魅了が結構高いかなって思ったりとか。意外としたなっていうのは、あれ。誰だったかな？真相ひとしくんとか結構したな。サーナイトアイとかも、ミスターコンプレスもそうだな。結構思ったよりしたなっていうキャラクターも言いましたけどね。はい。そんな感じでございますが、以上皆さんの意見でした。少しも参考になりました。高評価。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。